あざとくても鉄壁ガードの恋愛事情。女優の松本まりかが先頃放送された「オカベロ」に出演した際、自身の恋愛について語っている。2000年に女優デビューした松本は、18年のドラマ「ホリデイラブ」でのあざとかわいい演技でブレイク。そこから仕事が忙しくなり、この5年間ぐらいはプライベートがほぼ全なしでしたね。休みも全部仕事のための休みになってたというか、という。そんな中、恋愛事情はどうだったのか。Mac の99岡村隆史に聞かれ、始めは躊躇していたが、恋はなかったわけじゃないんですよ。いいなって思ってもメールが来て返せないんですよ。と明かし、そもそも好きな人に限らずメールが溜まってしまいがちであることを告白。さらに、ちゃんと向き合いたいからってメール来たのはすごい嬉しいんだけど返せないんですよ。でもやっぱり今、恋愛とかプライベートよりも仕事をしなくちゃいけないから、そこを見えないようにして仕事だけやってたら、いつの間にか恋の人は遠くなっていた。と打ち明けていた。そんな松本について芸能ライターはこう語る。彼女は8月の結婚情報誌のインタビューでも、恋愛について頑張っていれば自然と出会えると、あくまで仕事が大前提としており、結婚はいつかはしたいとしつつも、自分が確立されてからとまだまだ先のようなことを語っています。現状、男がいくらメールを送っても返ってこないわけですから、完全にシャットアウトしていると信じたいですね。ショーファンとしてもそのままのガードの固さでてほしいのではないか。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。